雷が頻繁になるのでベランダに出て撮影する若者たち、でもちょっと危ないですよ。すると一人がこんなことを、これ雷が落ちる瞬間だもんね、怖い、なんて不謹慎なことを言っていたら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。突然テレビの前の良い子は絶対にこんな真似はしないでくださいね。